どこに行ったの？やばい、脱落しちゃうよ。ちょっと戻りたくないステップ。叱られるのありがたいっすか。時間を大事にした方がいいって話は久しい。本当レベル高いなと思ってて、あ、4日間でこんなの作るのか、すげえよ、天才なんだ。さあ今回からいよいよですね、候補者たちが第一課題の4ページ漫画の制作に挑みます、はい、課題は全部で4つ、現在1つ目の課題に挑んでおります。ちなみにもう今回の配信で第一課題の順位が判明いたしました。次回予告でね、そうだよ、藤田凛さんに怒られるみたいな、あれが本当なのかどうか。あ、でも個人的に私は女性女性コンビがですね、畠山さんのところだ、どう導いていくか。第一課題、4ページ漫画の制作期間はわずか4日間、締め切りに間に合わなかった場合即失格。漫画の完成まではテーマ決め、ネーム制作、ペン入れ、仕上げなど工程が多く、一つ間違えれば失格も十分あり得る。各タッグが4ページ漫画完成に向けて動き出す。出た、ここ早いんだよ、激熱推し石の得意ジャンルはアクション漫画。そんな彼女とタッグを組むのは多くのジャンルの漫画家を担当してきた玉田。今回は得意なアクションを捨て泣ける漫画で勝負する。今日からもうネーム頑張ってもらって、はい、明日ぐらいまでにネームを完成させて残り原稿かな、ね、合ってるうちにできれば完成させたいですね。ネームネームとはストーリーとアイデアをラフな絵で表現する、いわば漫画の設計図のようなもの。漫画家と編集者はこのネームを作りながら内容を固めていく。ネームこんな感じなので、推し石が描いたのはオンボロなお手伝いロボットと雇い主の少女の物語。今思ってるのがロボットがオンボロなロボットがお仕事をしようとして失敗してるっていうところから始めて、はい、いきなり状況から入れるなと思ったんですけど、何よりセリフ少なめに始めれるから、はい、組み替えでできるなら。玉田はコマ数を減らし、ね、さらにロボットのオンボロ具合が分かるシーンを序盤に描くよう提案。確かにちょっと細かいのかな、これだと。これを受けて推し石が修正。その場で全体的に見やすく読みやすく、さらに一コマ目にコーヒーを運ぶシーンを大きく入れたことでロボットのオンボロ具合が印象づきやすくなった。こっちの方が全然見やすいかも。確かに描くのが上手い、すごく描き慣れてるなっていうのを感じたんで、漫画の申し子みたいな、漫画のことばっか考えてる感じがすごくして良かったですね。気になる、はい、ます。ギザ猫さんとリクのコンビがすごい気になります。かか一番面白いの出してきそうなって思っちゃってます。全部洗いづらい癖を出そうと思います。もうとにかく接触させたいんですよ、私は。男女を。はい。その言葉の通り、フェチ全開の漫画を描くギザ猫と、編集は営業リのタッグ。こちらもネームを書き終えリモートで打ち合わせ。はあ、時代ですね。この印象なんですけど、私なんて全然可愛くないからってセリフって結構重要だと思うんですよ、はい、今の流れだと流れちゃってるっていうか、はい、私なんて全然可愛くないから、登場人物がコンプレックスを吐露する大事なシーン。しかし現状では他のコマに埋もれて際立っていない。これをギザ猫が修正。人物の顔を写しセリフは一つ、どこか深刻そうで物寂しげなシーンに変わった。編集者さんのアドバイスってやっぱすげえんだな。現役大学生の夏井と入社3年目の岡本、
今回の最年少タッグは、テーマをサスペンスに決め、こちらも順調にネームを作り上げていた。ホラー的な演出、サスペンス的な演出はすごい上手いと思いました。すごい期待を持てるなと。はい、よかったです。と問題なくネームを書き上げる3つのタッグ。その一方で、締め切り3日前。あら、おや、あらら、爆発的。原作ストーリーを担当する七志と、作画を担当する大石による熱き同級生コンビ。しかし彼らは基本的にはまあ最下位だと思った方がいいですよ。普通に勝つのは結構難しい。漫画経験ほぼゼロ。漫画を投稿したのも今回が初めて。それでこのクオリティは。もちろん4ページ漫画など書いたこともない。そうか。いやー迷いが出た。ここ1ページ目の最初結構キャラデカデカと書いとって、やっぱこのキャラが動くんやでっていうのをちゃんと指標を描いとるから楽しみ。漫画のテーマはホラーと決めたが、試行錯誤が続いていた。ほう。悩む2人に浅井は一晩で100作品以上の4ページ漫画を研究。そこで得た知識を2人に伝える。信用したくなっちゃいますよね、こういうことしてくれると。たまたま僕が見つけたやつなんですけど、しきり先生が書かれてた自分の体験のホラー話っていうのがあって、それがすごい怖いんですけど、しきりさん長い説明するとき結構横に一段丸々使ったコマを使ってそこに文字を入れるって形にしてるん でそれですごい読みやすくしつつ絵もちゃんと置き換えるようになってて、非常にいいなと思って。もう一つは怖さを示すときに、その事象を書くだけじゃなくてそれに対して反応してる、しきりさんご自身なんですけどの絵を結構しっかり入れてらっしゃって、本人が怖いと思ってる絵を見ることで僕らは怖いっていうふうに思うんだなと思ったので、キャラクターリアクションをもっとたくさん入れるようにお伝えしました。理にかなってんだな、こういうのちゃんと。全部に意味があるんだ。こういう風に漫画見たことなかった。浅井のアドバイスを受け直したネームがこちら。勉強になる人たくさんいるだろうな。コマを大きく読みやすく、変わるもんだな。さらに主人公のリアクションを入れることで恐怖感や緊迫感が伝わるようになった。伝わるようになった。普通に作品を作ったらレベル1か2か3ぐらいしか上がらんところを、なんか浅井さんと組んでアドバイスからいただいたらもうレベル20ぐらい一気に駆け上がるみたいな。なんか浅井さんのテクワールドマジでグッと良くなる感じはすごいあります。いや、ほんまにすごい信頼関係だな。すごいね。いいじゃないですか。出た。ほんまに疲れた。ペアに戻りたくない。ペアにめっちゃ戻りたくないって。発言が常にネガティブ藤田と、実績実力申し分なし凛のタッグ。作戦会議で。はじめ社長 YouTuber なら YouTuber で何か一本書く。ああ、なるほど。僕はすごくいいと思いますよ。YouTube を扱うという案においては。と言っていたが。YouTuber の方に向けて発表しようって昨日は何か言ってたんですけど、やっぱりその漫画好きな人に向けて、見てもらった方がいいかな。真面目ですね。漫画家としてのプライドもあるわな。凛の許可も得て自分が描きたい漫画を描くことに。しかしなかなか作業が進まず苦しんでいった。思いつかないなって独り言言ってました。川に向かって、川に向かって帰りたいなとか言ってましたよ。川に向かって。楽しくはないですよ。全然楽しいって言ってる人いるのかな、この中で。まだそのご自身の作品とか作画に自信がある状態ではないのかもしれないけども、でもちゃんと面白いものを描ける人なので、嬉しいね、面白いものを描ける人ですよって横で言い続けたいし、いつかなんかね、漫画描くと面白いっていうふうに思えるようなところまでご一緒できたら嬉しいなと思ってます。しかしさらに問題あるタッグが。あれ、もしかして嘘でしょ、女子。あれ、マジで、私の推しが。アイドルをどうせなら描きそう、どうせなら時よかった、好きなものがね。作戦会議でアイドル漫画を描きたいと熱く語っていた林。ちょっと待って。締め切り3日前のこの日、スタジオジャンププラスに姿を現していなかった。え、どこに行ったの。一体彼女はどこへ行ってしまったのか。課題提出まで残り2日。この日誰よりも早く作業をしていたのは、いけ、
リンとタッグを組む藤田。怒られないんじゃない？実は昨夜、そうですよ、叱られるのありがたいですね。怒られたの？タッグを組むリンからお叱りを受けていた。時間を大事にした方がいいって話はしたし、その思いつかないから散歩してた、鳩見てたって言うから、そんな時間はないんじゃないって話をしました。鳩かわいいなみたいな。平和。鳩と遊んだだけですね。藤田は鳩と遊んでしまった時間を必死に取り戻そうとしていた。時刻は午後9時。作業しているのはここまで姿を見せていなかった林。どこ行ってたんだい？何してたんだい？何やってたんだい？ミリオンタックのやつじゃなくて、自分 の、 あのアシスタントの仕事の方がどうしても入っちゃって、そっちを進めている感じです。融通聞かせてもらって。実は林、普段はプロの漫画家のアシスタントをしており、時間が取れず課題に取り組めなかったという。これを言い訳にはやっぱりできないんで。そうだよね。他の人と多分差がないようにちゃんと作り上げたいって思います。しかし第一課題提出まで残り2日。タッグを組む畠山と共に、どこまで完成度が高い漫画を作れるか。課題提出日前日、ネームを書き終えたタッグはペン入れと呼ばれる清書作業に入る。背景や小物も描き、漫画を完成させていく。藤田も何とか間に合わせ、リンのチェックを受ける。あ、こんな感じで。このドアってさ、どっち側からカメラで撮ってるつもりかな。あー、そうか。笑ってる。はい、言ってること分かりました。ちっちゃな違和感なんだけど、これ内側から撮ってることになるよね。リンが指摘するのはこのコマ。女性が蕎麦を届けるシーン。ここでは蕎麦屋の女性目線で物語が進んでいるため、ドアは中ではなく外に開いた方が自然。ちゃんとこれは漫画家の人に見せても指摘する人がいるかどうか結構際どいですね。小さな違和感が漫画の印象を大きく変える。一コマ一コマに全ての神経を尖らせる。全ては面白い漫画を作るためと、各タッグが仕上げ作業に入る中、今日の昼にネームの直しが来て、で、いや、これまだダメだってなって今に至ります。林、畠山タッグ、未だネームが固まっていなかった。まずいね。脱力しちゃうよ。完成した漫画はスタジオジャンププラス内にあるこのポストに投函するのがルール。締め切りは今から16時間後。1分でも超えたら脱落となる。やめてよ、まずいよ。ここで、あるタッグに動きが。お、どれだ。お、お藤田さん、ミスターネガティブ。終わりました。最初に書き終えたのは藤田、リンタッグ。天才なんだ。すごいな。そして締め切り当日。何これ。あとは審査員の誰かに刺さればいいなと思っております。フチネコさん。フェチ全開ギザ猫、フェチ猫って呼んでんだ。あ、もうすでにいらっしゃる。では特に不安なことはないですね。ダメでも次に生かせばダメじゃないので。じゃあ行きます。よし、行くよ。はい、あ、なんとか。バトマンコンビも頑張れ。出てるよ。いいね。青春だな。はいはいはい、次々と入ってくれ。締め切りまで残り1時間。やばい。5タッグが投函完了。急いで頑張って。うわ、そこか。お、いけそう。どうですか。お疲れ様です。今書き出し中です。お、あ、書き出し中。素晴らしい。あ、よかったよかった。頑張りましたね。言ってんだろう、この4日間ほとんど。今までで一番ギリギリだったこれが最後だ。林、畠山タッグ、締め切り30分前に投函完了。お疲れ様でした。よかった。
だなって思って、私が迷ってたりしてる時でもなんか頻繁に LINE で進捗を聞いてくださったりとか、こういう気にかけてくださってるのが分かるので、すごく嬉しいなって思いました。すごくこう書くことに真摯な印象があるので、限られた時間ってこういうことをするんだ、ここまでは持ってくんだっていうのをすごく考えてやってくださるのが素晴らしいなと思ってます。ギリギリになってしまった林畠山タッグ、しかし漫画にある演出を施していた。その努力は報われるか。この後ついに第一課題の審査が始まる。ちなみにメモがございます。4日間で7回も打ち合わせをしたタッグがおりまして、編集者さん基本的に数十人から100人を超える漫画家さんを担当されていることが多い。一人で、一人で。編集者さんの方が全然数が少ないんだ。そうです。多忙を縫って、とも課題の面倒以外にも、もう漫画家さんの健康状態のチェック、だったりとか、もうあえてね雑談をしに行ったりとかして気分転換を。深井さんなんて VTR あったけど100件とかね、漫画自分でも、他にあってのチェックしてとか。愛があるね。やっぱ女子女子コンビはね、限界ですみたいな、ラストファイトですっていうやり取りがあったり、ああいうのもちょっと違うんだろうな、あるかないかで、かと思えばリンさんはガチでちょっと叱ってみたりとか、気分転換をしすぎたらちゃんと締めるで、それで藤田さんが、ね、スイッチ入って誰よりも早く仕上げるタイプだから、さすがの采配でございます。ということで、候補者の皆さんが書いたこちらの4ページ漫画はですね、すでにもうミリオンタッグの公式サイト、そしてジャンププラス公式ツイッターの方に掲載されておりますので、ぜひ見てほしい。見てみてください。これ V 見る前に見た方がいい。そうだな、一時停止、一旦戻ってみてもうすぐ戻ってきてくれたらもうそれで十分ですから。うわ、ドキドキしてきた。発表？作品の審査を行うのは少年ジャンププラスを立ち上げ現在編集長を務める細野と、すごい、ね、同じく少年ジャンププラスを立ち上げ副編集長を務めるもみやま。さらに、失礼します。こんにちは、こんにちは、はじめ社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はじめ社長、チャンネル登録者数900万人を超える日本を代表するトップ YouTuber、 卓越した企画力と緻密な構成力で世界をバズらせまくってきた男は、各タッグの漫画をどう評価するのか。映像を作ってるものとしてやっぱり美術大事だと思うんですよ。結局パッと見て綺麗だなって思うものってやっぱ惹かれるものだと思うんで、そこはすごい気にします。読むのはね、一般の読者さんなので、はじめ社長さんみたいな、大事っちゃ大事ですね、漫画のプロじゃない方の意見とかもやっぱ気になるところですよね。はじめ社長を加えた3人で審査を行い、1位から3位までの順位を決める。なお4位以下は決めない。1位に輝いたタッグのみ漫画制作のためのご褒美が贈られる。本当レベル高いなと思ってて、難しい。1回目からこんなにこうものすごく迷いまくった。レベルが高すぎて。そう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 。まずは七瀬大石、浅井タッグ。漫画歴ゼロ年ね。彼らの作品はなんと作画を担当する大石の実話をモチーフにしたホラー漫画。実話夜中に鳴り響く奇怪な音、その正体は何だったのか。当時大石が感じた恐怖を漫画にした。ホラー漫画だ。がっつりでしたね。がっつりの怖がってる表情がすごく雰囲気が出ていて、いいなと思いました。目がこの霞んでる感じ でもめっちゃビビってんだろうなっていう。ホラーって難しい部分もあって、ホラーってことは最後怖くなるんでしょっていうような予想がついちゃうので、確かにハードルがもう設定されますもんね。上がっちゃうんですよ。そこにこう真正面からすごいしっかり取り組んでるなっていう、ミスばかりするお手伝いロボットと雇い主の少女のお話。悲しみ、怒り、そして涙、揺れ動く2人の感情を4ページで表現した。すごい、なんかお買い物に行くところとか、紫陽花が咲いててカタツムリがいるとか、そういう
なんですか、本筋とは本来関係ないかもしれない世界観の描き方がうまいなと思って。そうですね、絵に個性がありますよね。1ページ目と3ページ目の女の子の表情です。やばいっす。別人の表情ですね。確かに。ここからの4ページ最後の顔が違うので、焦点逆というか、最初と最後でのこうギャップで驚かせようっていうところで非常に考えられてるんですけど、多分ちょっとその女の子の感情の揺れ幅が極端に覚えちゃうんで、そこがちょっと難しいところかなって思います。そうなんですよね。密室の中で起きた連続殺人事件、現場に残っていたのは役に立たないダイイングメッセージのみ。次に殺されるのは誰か、少女は取り乱す。しかし物語は意外な結末を迎える。これ最初笑っちゃったんですよ。そうですよね、めちゃくちゃおもろいと思ってたら最後バシーンってきたんで、うん、4ページ漫画お題としてはこれ以上ないような、ページの完成度が非常に高い、うん、人死んでんのに笑っちゃうんだな。そうですよ。続いて藤田エインタッグの作品は恋。わ、藤田さん恋描いた。蕎麦屋の少女とお客の少年、淡い二人の恋心をドラマチックに表現した。先が気になっちゃうんですよ、この後。いい意味で4ページにとどまってないって思っちゃいますね。最後の落とし方がすごくいいですよね。その、この後どうなるのかなっていうところをすごく想像させる作品だなっていうのは非常に感じました。いや、愛しいですね、前髪こうやって、2ページでちょいちょいって。4ページのこの女の子のキャラにそこまでこう思いを寄せられるのは、これはすごい作品だなと思います。すげえ、女の子のそんな愛しい仕草とか藤田さんがしっかり頭に入ってるんだっていう。効果音チョシチョシでしたから、チョシチョシちょいちょいじゃないですから。ギザ猫リタッグの作品はギザ猫のフェチ全開。こだわりの伝わる魅力的な女性の絵をこれでもかと描いた。そして全く予想のつかないストーリー展開、最後には大どんでん返しが待っていた。これはすごかったですよね。4ページ目でひっくり返る感じが素晴らしいです。なんかもうギザ猫さんのすごい性癖をぶち込んできてるようなところが好きだった。この2ページ目の可愛い女の子たちを描く部分とか、あとやっぱ最終ページなんかももう本当に描きたい絵を描こうみたいなところがあるんだろうなっていう。あの絵を深くて書いてんだ。続いて林畠山タッグ、ギリギリで、ね、一番最後の提出となった2人の作品のテーマはアイドル。グループから卒業するアイドルと残るアイドル、2人の友情を漫画にした。そしてこの作品にはある演出が施されていた。カラーで色をつけてびっくりさせるとか、演出でその説得力を持たせてるっていうのが、あのすごく特徴的だなっていうふうに感じました。そう、ある演出とは一部のページをカラーにしたこと。これすっごい素敵。作品のテーマであるアイドル同士の友情をより美しく、そして華やかに仕上げた。だからこそ時間がかかった、ギリギリになったら本当にもあるのかな。そっか、4日間でこんなの作るのか、恐ろしいです。1位に輝くのはどのタッグか。おお、なるほど、これはすごいね。というわけでですね、今回は全員が締め切りに間に合い、審査までが終わりました。はい、どれが1位だと思いますか。そのうわ難しい、それぞれ。あ、ちなみにメモによりますと、作品の審査基準は驚きと描きたいものへの熱意だそうです。わ、ちょっとこれちょっと待って、ちょっと待って、ギザ猫だ。いや、林さん、ギザ猫だぞ。いや、林さんかもな。林さんもあるぞ。林さんの好きなんだよな。私はでも好みとしては夏井さん。ギザ猫藤田さんで行かせていただきます。はい、お、ギザ猫さんだと思います。お、夏井さんだと思います。あれ、おしいさんだと思います。おい、全パターンオンリー取るの。林さんだと思います。おい、さあ第一課題の順位はどうなったのでしょうか。それではさくらさん、はい、
順位の発表の V 振りを盛大にお願いいたします。盛大に。私巻き舌ができないんですけどドラムロールやってみますね。あ、いいですね。なんで可愛らしい。全然できない。1位に輝くのはどのタッグか。鈴田さんのまずはホラー漫画を描いた七瀬大石浅井タッグ。この中に赤いから入ってます。めっちゃ作り込まれてる。で1から3位だと順位が入ってて、でそれ以外だと何も書いてない。なるほど。はー、なります。よろしくお願いします。ちなみに編集者も順位は知らない。あー書いてない。なるほど。いや今日実際悔しいな。いや普通に悔しいわ。第2課題頑張るしかねえな。ポジティブでいいですね。続いてお手伝いロボットと雇い主の少女の話を書いた押石玉田タッグ。うわドキドキするな。玉田さん親身だな。あーワクワク。マジか、これは意外ですね。落ち着いてる。順位書き忘れたとかじゃないかな。なんか残念ですね。めちゃくちゃ。いや私もっと成長したいですよ。他の人に勝てるぐらい成長したいですね。一回負けを味わうしかないってのは酷だし悔しいな。続いてサスペンス漫画を描いた最年少タッグ。ここ、ね、あ2位。おーい2位だ。よかったんじゃないでしょうか。ちょっと惜しかった。2位ってすごいですよね。すごい。夏井岡本を超えるのはどのタッグか。ランクインできるのは残り2タッグ。藤田凛タッグの作品、蕎麦屋の少女とお客の少年、淡い2人の恋物語は審査員にどう評価されたか。おっ、ほら取ってた。すげえな、やっぱ俺すげえな。嘘。よかったんじゃない。まあご褒美もらえなかったけどね。そうですね。ランクじゃなくてよかったじゃん。そうですね。確かによくよかったと思います。お残るは2タッグ。1位か県外か。ここの予想で時間がない中カラーページを駆け上げた林畠山タッグか。フェチ全開、自分の個性を前面に出したギザ猫リタッグか。マジ？おお！ひゅー！すごい。作家さんの個性というかエネルギーがストレートに出てるのはこの鈴木さんの作品に驚きだもんね。あと絵がやっぱ綺麗だな。うん。4コマ目の最後の死神がイケメンすぎて、そうですね。かっこいいですよね。かっこいい。構図も最高ですもんね。結構声出ちゃうぐらい驚いたんで、印象はすごい。大きかったです。印象ありましたね。まあなんかやってることは間違ってないというか、はい、僕らが狙うところをちゃんと楽しんでくれたっていうのは良かったですね。はい、次にあのステップとしてつながると思います。はい。はい、最初これになって良かったかもしれないですね。うん、なんか。逆にこれ順位ついてたら変なブレーキかかりそうな気がする。うんうんうん、ポジティブだね。すごいね。いいね。第一課題の結果はこちら。3位には藤田凛タッグが滑り込み、2位は今回最年少夏井岡本タッグ、そして1位に輝いたのはギザ猫リタッグ。さあということでまずはですね、はい、第1課題、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。まあ、我々も読ませていただきましたね、はい、どうでした勇気。いやすごいっすね。ちょっと本当にすごい人たちだった。いや本当にすごいんだよ。ちょっと疑ってました。正直疑うなお前。そしてですね第一課題で1位になったギザ猫さんに贈られるご褒美を発表させていただきたいと思います。ご褒美は大人気漫画チェンソーマンの作者藤本たつき先生からアドバイスをもらえる権利です。すごい。これはすごいっすね。第一課題から豪華すぎません？第二課題からどうなるんですか？
ご褒美は累計発行部数1100万部大人気漫画チェンソーマン。その作者である藤本辰樹先生から漫画制作のアドバイスをもらえる権利。オチの作り方とか入りの読者の引き付け方とかすごく知りたいです。なるほど。とここで第2課題の内容を発表したいと思います。早い。第2課題は、はい、読み切りネームプラスキャラ絵でございます。はい。ネームはだからさっきのあのネーム。前回の4ページに対し読み切りはジャンププラスの平均だと40から60ページ下書き段階のネームとはいえより高い構成力を求められる。さらにキャラ絵、この課題ではいかに読者を引きつける魅力的なキャラクターを描けるか、その画力をチェックする。なお期限は3週間。現在の立ち位置を理解した6タッグ、真の戦いはここから始まる。一番面白い漫画を描くのはどのタッグなのか。ねえなあ、第1課題の順位が出ましたけども、はい、見事匠が予想したのが、ね、よかった。的中でした。ギザネコさん、そうだと思いました。まあ、審査基準がね、その書きたいものっていうのと、うん、あとはその驚きってなると、まあもうドンピシャでハマってたのは確かにギザネコさんの作品でしたよね。ただ4ページですから今、うん、あのやっぱり短いの得意な方もいらっしゃると思うし、うん、長ければ長いほどあの良さを出してくる方もいらっしゃると思うので、はいはい、やっぱ第2課題以降気になりますよ、うん、さあということで、うん、最後になりました。番組恒例の企画に参りましょう。石橋さんの一言次回予告のコーナーです。はい、石橋さん、次回の見どころ一言でお願いします。はい、ミリオンタッグの次回の見どころは、はい、ついにあの二人が出会う。どういうこと？隠し人物みたいにいたんですか？漫画の描き方が私分かってない。なんでこの企画参加しちゃったんだろう。どうしたんだよ。藤本達樹です、よろしくお願いします。来た。キャラが壊れちゃってもいいから、できるだけ面白い話展開にしよう。読みやすさみたいなものを意識するだけで面白い漫画になると思いました。ものすごい勉強会でした。